私たちの研究グループでは、光に関連する2つの研究を行っており、1つが太陽電池で、もう1つが光機能性ナノ粒子です。まず太陽電池ですが、SDGs の取り組みの1つにカーボンニュートラルがあり、気候変動の観点から大変重要です。近年温暖化が進み、その対策により2100年に大きな違いが出るという意味では、若い方々にぜひ取り組んでもらいたいテーマですが、同時に日本を含めた各国が直近の2030年の目標を掲げており、すぐに取り組まなくてはいけないテーマでもあります。では、CO2 を最も排出しているのは何でしょう？火力発電に大きく依存した日本では、発電が4割を占めています。これをクリーンな再生可能エネルギーに置き換えることが各国で進められています。では、現在、日本の主要な再生可能エネルギーは何でしょうか？それは太陽光発電で、世界的にも導入が加速しています。当研究グループでは、太陽光発電の面積を増やすことにより、再生可能エネルギーの導入を加速することを検討しています。具体的には、建物の屋根だけでなく、壁などにも設置できる太陽電池の研究です。ただ、太陽電池は黒いため、建物の色として好まれなかったり、条例に適合しなかったりすることがあります。そこで、建物に適したグレー系の白色太陽電池を研究しています。もう一つが光機能性ナノ粒子の研究です。これは液体中の物質にレーザー光を当ててナノ粒子を作るもので、物質を変えることにより有機物や無機物の微粒子を簡単に作ることができます。また、通常の方法では得にくい高い結晶性のナノ粒子も作ることができます。作成したナノ粒子の応用研究として、エネルギー分野では次世代太陽電池を試作したり、バイオメディカル分野ではがん治療の検討を行ったりしてきています。ゼミでは活発に議論を交わし、修士の学生さんでも論文投稿を行ったり、貢献度によっては特許の第一発明者になってもらったりしています。さまざまなバックグラウンドの学生さんや研究者の方々と研究を進めており、分野が違ってもご一緒に研究させていただきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。